もしもし、テレフォン人生相談です。はい、お願いいたします。はい、今日はどういったご相談ですか？主人の会話が常に否定的な言葉で始まって、はい、ずっと否定的に物事を見るんですね。はい、それに私がとてもついていけないんですよ。はい、私の物の見方が違ってるのか、考え方というか、それから取り方が違うのか、私は自分なりに一生懸命考えて同調しようと思うんですけれども、否定的ばっかりの物事の考え方が納得いかないんですね。なるほど。それでそういう言い方ってやはり人間として良くないんじゃないのって、ちょっとひどすぎるんじゃないのって言うと、はい、私が程度が低いとか、そんな風な、うん、日本人が多いからこの日本はダメなんだとか、もうそういう風にどんどんまた否定的になるんですよね。はい、そしてもっとそれがひどくなれば消える以外にないなとかって、消えるって私がですか、そういうことだよなっていうことになるんですよ。はい、うん、それで結局私がその場を去ることを収めるっていう、だからってそんなに大きな喧嘩っていうんではないんですけど、常にこの否定的な言葉に私はもうストレスがやはり溜まって。わかりました。あなたおいくつですか？70ちょっとです。はい、ご主人は70後半の方です。はい、ご結婚何年目ぐらい？43、4年にはなると思います。はい、生活はお二人でされてんの？基本的には二人でやっておりますけれど、はい、子供が同居しております。夫婦が。お子さんはそうすると息子さんですか？はい、息子さんはいくつ？40代です。はい、でお孫さんもいらっしゃる。はい、はい、お孫さんはどれぐらいですか？小学生です。はい、はい、でご主人の性格なんですが、はい、初めのうちからずっと否定的な方だったの？否定的というよりも、うん、例えば人がこう何か言っても、うん、あまりそのことについて自分の意見を言うようなことはなく、はい、うん、立っちゃうっていうのかな。あ、要はだからおしゃべりをお互いに会話をしないっていうことね。はい、あまり。ご主人は何、会社員だったの？はい、はい、でそれなりにちゃんと役職もあり、はい、勤めておりました。はい、もう今はリタイアされてんですよね。はい、はい、でそうすると毎日お家には2人でいらっしゃるわけね。はい、今は2人でいるんですね。うん、なるほど。私も勤めましたし、親も同居でしたので、はい、2人ともちゃんと最後まで送りました。うん、なるほど。ずっとそうするとあまり会話なく、いわゆるねサラリーマン家庭のご主人が帰ってくると、はい、飯風呂寝るみたいな話のお家だったわけ。はい、まあね、はい、うん、遅く帰ってきますので、うんうん、ご飯食べて風呂入ってもう寝るって、うん、朝はまたという生活をずっと続けてらしたのね。はい、両親の面倒は全くと言っていいほど見てくれることはなかったです。なるほど。はい、あなたが最初におっしゃったご主人の否定的な会話がずっと続いて、はい、テレビのニュース、まあ、政治家出ますよね。うん、そうすると片っ端からあんな人間はダメだって、最低だ、早く死んでしまえばいいっていうようなことまで言うんですよ。うん、で、あなたに対してじゃなくって先ほどもちらっとね、はい、そういう日本人が増えてきたから日本はっていう話をされるっておっしゃってたんですよね。はいはいはい、なのであなたに対して否定的なことをおっしゃるというよりは社会全体に対しての否定をされるわけですね。はい、そうですね。でそういう、それを私がやめてって言いますでしょ。うんうん、はい、そうすると今度私の人間性がおかしいって言って、私は今度も否定するんですよ。なるほどね。わかりました。で、あなたとしてはどういう対応をしたらいいかということですか？はい、
それから私の物事の目線っていうのか見方っていうのか、うん、捉え方っていうのがどうあるべきなんでしょうか。なるほどね。どういう見方をしたらいいのかということが知りたいの、それとも、はい、ご主人に対する対応をどうしたらいいかって。それと両方です。わかりました。今日はですね、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、こんにちは。はい、お願いします。どうも。今70過ぎてね、それで、はい、やっぱり結局なんだ孤独だったんだってお互い感じちゃってる現実が今目の前にあるわけじゃない。はい。それってどっちがいい悪いとかどっちの考えがどうだっていう、はい、より以上の重さがあるような気がするんだよね。はい。子育てに追われ仕事に追われてる時は分からなかったこともね、それがどんどん波が引くように静かになっていった浜辺で何が残って私たちは何を見てるのかという中で孤独を今感じられてるわけだよね。はい。その中でね、僕一つ重要なポイントっていうのがあるような気がするんですよ。はい。魂っていうのはどんなに愛し合う男女でも僕は違ったもんだと思うんです。それから親子もどんなに大事な親子関係であっても、親と子では魂は別なんだよね。魂っていうのを性格と言ってもいいかもしれないし、何かその人を支えている一番奥の深い部分のものはなんかそれぞれみんな違うような気がするんですよ。そういう意味で、どんなに人は親しくても、本当は孤独な存在だと思うんですよ。はい。それが分かったときに、その孤独をいかに埋めようか、いかにその中から共感を作ろうか、という姿勢が出てくるような気がするんですよ。だから、正直に虚しい孤独な気持ちっていうところから、ここからいかに手探りで小さい糸がつながって、次にっていう形で修復していく以外にね、僕は方法はないような気がするんですよ。私もそう思います。はい、うん。相手のレベルまでこちらも付き合ってあげないと、奥様がおやりにならなかったことが一つあるんですよ。はい。一緒にため息をついてあげなかってる。うん、旦那がそこまで絶望してるときに、一緒にため息をついてあげれば、そこには共有感は出ますよね。どんな最悪な時でも。そうですよね。はい。そこら辺逆の、それが継続できないんですよ、うん、私もね。そのどん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 マイナスに言われるのに。だから奥様も自分を認めてもらうことで実は不足していて、一生懸命やっていてそれが満たされていないというご不満をやはり僕は持ってると思うのよね。そういう意味じゃ二人で築き上げてきた世界に対する虚無感は本当は共有されるものがあるはずなんですよ。そこさえ逆転すれば。だって二人でこんなに子供を二人も育てて形だけでもちゃんと一生懸命やってきて、私も働いてきてやってきたけれども、なんか寂しいよねという思いは、二人で本当に休まるものが ないので、なんかせっかくのこんなに外から見たらとってもいい状態に見える私だと思うのに、本当は全く休まらない。それが二人で何十年かけて作ってきた世界なんです。それってじゃあどうしたら、だって人を、じゃあそしたら旦那さんの魂は何を求めてますか。何なんです。なんでそんなこと言い出すのかしら。そんな人を死んじゃえばいいっていうまで。ですよ。だから、それ、うちの年寄りの時にも言ってました。うん、だから分かんないっていう答えを出さないで、そこに対する深い関心を向けていけば、こちらの心は静かになってくるんですよ。ああ、それは主人に、じっと私が考えることでしょうか、それとも聞いてもよろしいことなんでしょうか。旦那がこんなにヒステリックに言う悲しさ、それから虚しさ、はい、これまでの人生に対する思い、はい、というものに対する共感する気持ちを感じられるかどうかっていう時はね、私がですね、そうです、お互いにです。要するに
死んじゃえばいいっていうことを、お前もあいつは死んだ方がいいと思うだろうっていうことを認めさせたいわけじゃないんですよ、旦那さんは。俺はそう思ってるんだっていう感情を理解してあげることは、その内容を理解してあげるっていうこととは違った意味で存在してるはずなんですよ。それ大事なのはそちらなんですよ。うん、内容はあんた死んじゃえだ、そういう言葉の中であんたそんなこと言ったって、そういう言葉言うんじゃないっていうのは理想論であって、そこまで言いたくなるような気持ちで俺はいるんだよ、それをお前に言いたいんだよということを永遠に受け止められていないのよ、旦那さんも。ということはよほど寂しいですよね。そうですよ。そこをそうというの、私にもそれを言うんですよ。早い話が、私もそんなわからないんだったらお前も死んでしまいっていうこと、うん、ということは私に対してものすごい寂しさを持ってる、ね、自分の感情を受け止めてくれない、そういう、そうです、 それほど寂しさですよね。それで奥様が死んじゃえばいいっていうのは、一緒に自分も死んじゃうということですよ。それはそこまで思い詰めているよね、一面でね、旦那は。奥様に自分のことを認めてもらいたくて仕方ないくて、死ぬほどそう思ってるっていうことだよね。奥様も、人の感情を素直に受け入れていないと思うよ、僕。自分の考え方に固執してると思うのね。男なんて、奥さんに、受け入れてもらえれば、みんな機嫌よくなるに決まってるじゃないですか。やっぱりそこの、私を受け入れてるつもりなんですけれども、何かを奥様も守ってんだよね、だから。何かを守ってんだと思うよ。そう。今井先生にちょっともう一回伺いたいなと思いますんでね。はい、面白いことにね、家の中に一緒にいると言葉しかないんですよ。だけど、アウトドアに出ちゃうと、ほとんど喋らないでも一緒にいられるんですよ。歩いたり、座ったり、はい、なんか周りのもの眺めたり、一日いるけどほとんど喋らないで済むから。いや、だからそれ、私もそう思いまして、うん、で、一緒に買い物とか、うん、まあ買い物だと買いたいものが違ったりして喧嘩になっちゃったりもするし、あれはどうだとかってご主人に言われるとまた嫌じゃないですか。だからどちらかっていうと散歩程度がいいかもしれませんね。乗ってくれないんですよ。いや、乗ってくれないけど、もしくはね、最初にあなたが一人で散歩に行くようにしたら、もう足腰弱っちゃうとこれからが大変だから。それやってます。いや、やるとこまでいいです。で、嘘でもいいから、はい、ちょっとつまずいちゃって、それで足ひねっちゃったとかって言ってごらんなさいよ。一人で行くとやっぱり危ないなと思ったら、ご主人きっとついてきてくれますよ。ねえ、はい。うん、じゃあ、頑張ってやってみます。そうですね。ご主人に同調したようなふりして、マドマゼル愛先生よりちょっともっと言っちゃうと、はい、男の人って子供だから。いくつになっても。はい。そういうテクニックは女の人っていうか我々の方が使いやすいから、うん。そのうちだから、そうすれば楽しい形ができてくると思う。うん。うん、今から立て直しましょう。はい。はい。じゃあ、そういたします。はい、どうも。ありがとうございました。はい、失礼します。長々とごめんなさいね。はい、いえ、どういたしまして。